京都大学は京都府京都市左京区吉田本町に本部を置く日本の国立大学である。1897年に設置された。大学の略称は京大。吉田キャンパス本部にある正門。学生による縦間板が見える。吉田キャンパス本部校内京都大学は日本で2番目に創設された帝国大学たる京都帝国大学の流れを組んでいる。 国立大学で入試においては東京大学に次ぐ日本トップクラスの難関大学である。精神的な基盤として京都大学では自由の楽譜を歌っている。また、西部行動のロックコンサートなどに代表される京都地区における文化発信地としての役割も担ってきた。創立以来自由の楽譜を見学の精神としている。 国立大学法人となった後に制定された京都大学の基本理念にも引き継がれた。京都市内の繁華街から離れたことの風情を残す落ち着いた環境の中にあり、何事も学生の自主性に任せるという自由の学風を標榜している。リベラル派な大学の傾向にある。毎年行われる11月祭や織田先生像をめぐる落書き。 卒業式での仮想などにもその一端を垣間見ることができる。京都大学や京都帝国大学では、それらの自由の拡大あるいは縮小をめぐる攻防戦が繰り返されてきた。滝川事件は、最も有名な事例の一つである。研究所、研究センター、京都大学は、学部、研究海外に十9の淵研究所、研究センターを設置している。二0 1年三月現在、 国内の大学で最多である。2018年4月時点で、そのうちの17の研究所、研究センターは、文部科学省、共同利用、共同研究拠点に認定されており、国内の大学で最多である。共同利用、共同研究拠点の前身にあたる、全国共同利用型縁研究所、研究施設の仕組みを初めて採用したのは、 京都大学の基礎物理学研究所である。これらの事実について、京都大学の関係者は、幅広い分野において、日本を代表する学術研究拠点となってきた、京都大学の社会的特徴を表していると考えている。国内、世界との比較タイムズファイヤーエデュケーションの、ザ世界大学ランキング2021では、世界第54位、アジア第7位、国内、 第2位である。また、QS 世界大学ランキング2020では、世界第33位、アジア第14位、国内第2位である。2019年10月10日、現在、卒業生から8人、ゆかりのある人物も含めると11人のノーベル賞、受賞者を輩出している。これは、アジアの大学で最多である。フィールズ賞、ラスカー賞、 ガードナー国際賞の受賞者数も国内の大学で最多である。京都大学の起源は文久元年8月16日に長崎に設立された長崎養生所まで遡る。長崎生徒区間の理科学部門は当初は江戸にあった改正所へ理科学校として移設することになっていたが明治維新の混乱で実現しなかった。慶応四年に明治政府は 理科学校を整備局として大阪に開設することを決定、明治2年に開校した。明治3年、理学校は明治2年10月24日に開設された洋学校と合併、改正書となる。改正書はその名称を大阪英語学校、大阪専門学校、大阪中学校、大学文校と変遷させ、1886年に交付された中学校令によって、 第3高等中学校と解消する。第3高等中学校は1889年8月1日に京都市吉田町に取得した新校地へ移転した。1894年に交付された高等学校令に基づいて第3高等中学校は旧制の第3高等学校となる。京都帝国大学第9代京都帝国大学総長。 小西茂直を帝国大学令制定後、近畿地方にも帝国大学の設置を求める声が上がっていたが、財政難のため見送られ続けていた。1895年に西園寺金持は日清戦争で得た賠償金をもとに第三高等学校を帝国大学へ昇格させる提案を行う。最終的に、 第三高等学校を東一条通りの南側に移転し、高等学校の土地、建物を大学が利用するという案が採用され、翌年予算処置が可決される。1897年6月18日に京都帝国大学設置に関する直令が制定され、京都帝国大学が発足する。創設時の計画では1898年にまず、 法科大学から設置する予定であったが、高科志望者の急増により1年前倒しという形で創設と同年の1897年に京都帝国大学理工科大学が設置された。続いて1899年京都帝国大学法科大学及び京都帝国大学医科大学、1906年京都帝国大学文科大学を設置し、約10年をかけて、 文化大学を設置した。初代総長には、文部省専門学務局長の木下博次が就任。事務局長にあたる、初期間には中川小十郎が就任した。当時の総長の意向もあって、研究、教授、学習の自由を重んじるドイツ式を採用、ドイツの大学のシステムに習った。高根義人の主導による、この方針は、 現在の自由の学風に影響を与えたと言われる。法科大学の卒業生の高等文化試験での不信を橋として転換されたものの、京都大学に独特の学風を根付かせる端緒となったことは確かである。1919年に文化大学生が学部生に変わった。その年には経済学部が法学部から分離して独立の学部となり、百二十三年には 農学部の設置と学部の増設が相次いだ。農学部増設と同じ年には本部校内に京都大学のシンボルとして親しまれている時計台を持つ大学本館が完成している。1926年には京都大学発の淵研究所にあたる科学研究所が設置された。昭和に入ると思想関係の締め付けが強化された世相を反映して、 京都大学でも思想事件が相次ぐ。1928年、文部省はマルクス経済学者の川上はじめ教授の辞職を要求。教授会は川上の辞職を認める決議を出し、川上は大学を追われることになる。さらに1933年には、鳩山一郎文部大臣が法学部の立川幸都市、教授の刑法理論が赤い思想であるとして、 休職処分にしたことから、法学部の全教官が辞表を提出。総長も、文章と会見、辞意を表明したものの文部省からの切り崩しに遭い、結局立川ら7人の教官が大学を去る事態となった。日中戦争激化に伴う、戦時体制の強化に伴い、日本精神史、等は経済政策言論、航空学、燃料科学などの国策に沿った講座が設けられた。 太平洋戦争の開戦後、学生を軍隊風に編成する目的で、京都帝国大学報告隊が結成される。また、京大医学部出身の軍医である石井志郎は、満州国の関東軍に731部隊を設立し、化学兵器や生物兵器の開発や、捕虜や罪人に対する人体実験などを行った。これに対し、医学部長を務めた戸田昭蔵や、 石井の指導教員であった医学部教授の清野賢治は、京大医学部出身者を舞台の人材として送り込み、石井の活動を支援した。1943年、文系大学生の徴兵猶予が停止され、学生が続々と戦場に赴いた。京都帝国大学の学徒室人葬公会では、総長の羽田徹を先頭に、平安神宮に参拝、必勝を祈願したという。 第二次世界大戦終結後、公職追放によって、大学を免職になる教授が出る一方で、滝川事件で大学を去っていた、立川幸としらが、大学に復帰した。1946年から、女子の入学が認められた。創立50周年にあたる1947年には、大学名から、帝国が削られて、京都大学と解消。1949年には、 第三高等学校を統合して新生大学となった。同年には理学部教授、湯川秀樹が日本人初のノーベル賞に輝き、京都大学ではこれを記念して湯川記念館を設置。その後、湯川記念館は基礎物理学研究所に改祖されている。1968年。 青年西連合の京都大学の支部による医学部大学院入試ボイコットの呼びかけに応じなかった受験生に青い連メンバーが暴行を働いた、いわゆる青い連事件が発生。これを短所として教養部は無期限ストに入り、学生部はロックアウトされた。東大のような入試中止という事態は免れたものの、戦後初めて卒業式が中止に追い込まれ、 さらに翌年度になってもいくつかの建物のロックアウトは依然続き、全面解除は9月まで持ち越されている。なお、1973年度は入学式が中止になっている。1992年、総合人間学部が設置され、翌年には教養部が廃止、同時に大学院大学への移行も行われ、現行の大学組織の形に改変された。 1997年に京都大学は創立100周年を迎えた。そして2004年、時代の流れにより国の改革の一つとして国立大学法人法が施行され、その規定により京都大学は国立大学法人に改組した。2017年6月、指定国立大学法人に指定される。本校ではこれらの経緯から創立は 第三高等学校の前身である、生美局の設置年である1869年、設立は、京都帝国大学が誕生した1897年としている。明治大正省は平成一部の研究所、施設を除き、キャンパスはすべて、京都府内に所在。学科作詞水無しいよいよ久し、作曲、下嘘寛一。1939年に出された、 青少年学徒に賜物張りたる直後に答えるものとして1940年に制定された。歌詞は前年に学内で公募されたもので、卒業生の水梨しの作品が一等に選ばれた。卒業式と入学式などで使われる。なお、卒業生で指揮者の朝比奈隆のファーストレコーディングはこの学科である。旧帝国大学では唯一の学科である。 歌詞は京都大学の公式サイト上に紹介されている。1997年の創立100周年を機に新しい学科の制定を計画し、歌詞の募集も行われたが、結局、従来の学科の方が良いとの意見が多数を占めたため、計画は中止された。その他の京都大学に関係する歌としては、以下がある。第三高等学校のあるクラスのクラス歌が全校に広まり、 第三高等学校、京都大学を象徴する歌となった。1946年に黒沢明監督の映画、我が青春に、悔いなしの挿入歌に使われたことで全国にも知られるようになった。当初の歌詞は、現在伝わっているものと一部異なる。第三高等学校水上部部員の大口太郎が、琵琶湖修校の途上に作詞した。曲は、当時部員の間で流行していた歌。 羊草を流用している。第三高等学校の両生らに愛称された。アルトハイデルベルクを元にした学生科、戦後、吉田寮の両生らに愛称された。学期学科と同じ趣旨で1940年に制定された。学期の衣装は京都大学の公式サイト上に紹介されている。スクールカラースクールカラーはコアオである。エンブレム。 吉田キャンパス時計台前のクスノキを図案化したものが大学のエンブレムとして使用されている。もともとは1950年頃から事務局シールとして印刷物などに用いられていたもので、1990年に正式にエンブレムとして了承された。工学部土木工学教室本管理学研究科4号館、法経済学部本管学部研究科短期大学部。 付属機関舞鶴水産実験所学術、交流提携校共同研究や研究者、学生の交流を行うため、170の大学、機関と大学間交流協定を結んでいる。また延べ965の大学、機関と部局間協定を結んでいる。内の数字は、締結年。 21世紀 COE プログラム採択23件グローバル COE プログラム採択13件教養科目京都大学での学部段階での教育は全学が対象の教養科目と各学部ごとの専門科目に対別されるこのうち教養科目については1993年の教養部廃止以降全学共通科目を中心に再編された教養科目と 専門科目の分担は1.2回生を教養課程3回生以上を専門課程とするような学年による区分は行わず、1回生では教養科目を多く履修し、学年が上がるに従って専門科目の割合を徐々に増やし、卒業までに教養、専門のそれぞれで必要な単位を取得する方式をとっている。ただし学部によっては途中の年次までに 所定の教養科目の単位を取得していないと、軽登録、研究室配属などができないことがある。2013年度に全学共通で年間登録授業数の上限を定めるキャップ制が新規入学生に適用されることとなった。様々な科目を広く履修し、各学生が己の適性を探っていけるよう理学部や文学部は学科を細分せず、単学科となっている。だが、 キャップ制にはこれら既存の教育制度との祖母があるとして、しばしば在学生の間で問題視されている。教養科目の大半は全学共通科目であり、以下の5群に分類される。ただし一部の科目は AC 群 BD 群など複数の群に属し、学生が履修登録時にどちらの群の科目として履修するかを選択する。学部ごとに各群から取得すべき。 単位数が定められている。学部によっては一部の科目を卒業に必要な単位としては認めないことがある。例えば B 群には文系学生向けの数学の講義が含まれるが、これを理系学部の学生が履修しても単位として認められない。特に工学部制は学部指定の B 群科目以外は一切卒業単位に認定されない。なお、 総合人間学部生に対しては C 軍を除いて軍の概念そのものが適用されない。また文学部生も平成16年度以前入学者については ABD 軍が同一視されていた。このほか次のような科目が設けられており、科目内容によって AD 軍の単位として認定される。教養科目の運営は教養部廃止時には総合人間学部が担当していたが、 2003年以降は新設された高等教育研究開発推進機構が担当している。履修登録や休校、レポート、試験などの連絡をウェブ上で行うため全学共通教育教務情報システムが運用されている。採択されているプログラム1916年に設立された朝日野隆市の出身サークルとして公共楽に 詳しい人々の間では著名な京都大学公共学団や学生新聞にあたる京都大学新聞を発行している京都大学新聞社などが知られている。また、京都大学 SF 研究会は SF ファンダムにおいてローカルコン京都 SF フェスティバルの主催などで知られている。また、京都大学では学生運動の名残が残っており、 近年でも石垣カフェといった事例が発生している。京都大学体育会が課外スポーツの振興に当たっており、現在51のクラブが所属している関西の強豪校である。しかし大学スポーツ協会には参加せず、京大のスクールカラーであるコアをシンボルカラーとし、農政地に白で十字が染め抜かれた衣装、体育会十字を旗などに使う。歌に関しては、 学科を参照。年に一度、4月に帰還し、農政を発行し、全新入生に配布している。全国7大学総合体育大会及び近畿地区国公立大学体育大会の参加校である。また、2009年より東京大学との間で京都大学東京大学総合対抗戦を開催している。アメリカンフットボール部はギャングスターズの愛称を持ち、 大学チャンピオン6回、日本チャンピオンに4回の経験がある。特に1986年と1987年は、甲子園、ボールライスボール連覇を果たした。関西学生アメフトディバイリッド1所属。公式野球部は、関西学生野球連盟に加盟し、旧関西6大学野球連盟時代に2度の優勝がある。帽子のロゴ、DB は、ダークブルーの略で、 スクールカラー、脳性にちなんでいる。ボート部は、全日本大学選手権大会などで、男子出し付きペアの優勝経験がある。男子ラクロス部は、関西学生ラクロスリーグファイナルで2004年、2006年、2008年、2010年に優勝している。京都大学キャップ投げクラブが、新スポーツ、キャップ投げを考案。2013年優勝。 毎年レベルの高いマシン作りに定評がある。新技術を搭載するために常に挑戦し続けるスタイルが京都大学の興奮を表していると言えよう。京都大学学術出版会同窓会全学規模の同窓会として京都大学同窓会が2006年11月に発足した。また学部、研究家や専門分野ごとに以下のような同窓会がある。 また地域ごとの同窓会組織がいくつか存在する。学士会社団法人学士会は、旧帝国大学出身者、教授、助教授、学長で構成されており、もちろん、京都大学の卒業生、修了生も加盟することができる。吉田キャンパス吉田南総合館、北東、エントランス学部と大学院のほとんどが設置されている、キャンパス、宇治キャンパス、 宇治キャンパス入り口急陸軍の弾薬コア土地を利用して1947年に開設された。1950年度から1960年度まで教養部1回生の講義が行われていたことがあったが、現在は学部の講義は行われていない。工学部や理学部、農学部の4回生は配属された研究室によっては、ここで卒業研究を行うこともある。 カツラキャンパス1990年代には、吉田、宇治の両キャンパスが手狭になったことから、第三キャンパスの建設が計画された。当初は、京都府南部や滋賀県も候補地として検討されたが、京都市の提案により、カツラ坂ニュータウンに隣接する市が住宅地として開発していたカツラ五両坂地区が建設地に選ばれた。2003年に、科学系、 電気系線工の移転が完了し、使用が開始された。キャンパスは A から D の4つのクラスターに分かれている。物理系である C クラスターは2012年秋に、春工、12月から移転を開始している。情報系である D クラスターは整備開始の目処が立っておらず、未造成である。なお、京都市営地下鉄道西線の桂キャンパス付近への延伸構想があるが、 建設時期などは未定である。C クラスターからの眺め。中央の茶色の建物が B クラスター。もともとは山であった場所を切り開いて建設したため、地形が起伏に富んでいる。桂駅側からの場合、長い坂道を登らなければならない。周囲から隔絶されている。キャンパス間の交通学生、教員向けに各キャンパス間の連絡バスが運行されている。 吉田宇治官が1日6往復。吉田、桂間が1日7往復。宇治、桂間が1日3往復。所要時間はいずれも50分から1時間である。しかし、渋滞などにより、定時制の確保が難しい。最終バスの時間が早いため、それ以降は自転車や原動機付きバイクなどがない。学生は公共交通機関を利用しなければならないなど、学生の間には不満もある。 京大聖教の食堂はそのメニューの数が日本一と自ら歌っている。特に学生食堂にはあまりないパフェが数多くメニューに並んでいる。西武高堂の付近にあるカフェテリアルネのパフェは16種類ものレギュラーメニューを取り揃えており、期間限定のメニューを含めると現在40種類近くが確認できている。また、南部食堂に併設されるキッサブリュッケでも、 個性的なパフェが扱われている。中央食堂や吉田食堂および本部キャンパスにあるカフェレストランカンフォーラでもパフェがオーダーできる。2005年11月には当時の池和夫第24代目総長自身がレシピをプロデュースした総長カレーが大学内の食堂において人気メニューとして話題となった。2年後の2007年9月にはレシピを再現した。 レトルトカレーが発売され、現在では、京大生協、食堂のみならず、京都土産の人気商品となったほか、KBS 京都プロデュースのネットショップでも発売されている。京都大学の学生寮は自治寮であり、広範な自治活動が認められている。とあるものは、京都大学附属図書館保管。保管先中期のないものは、京都大学総合博物館。 保管産官学連携本部を設置して、出資やインキュベーション施設の運営などにより、兄弟発ベンチャー企業の育成や、産学連携に取り組んでいる。2018年には、産学連携を橋渡しする、兄弟オリジナル株式会社を設立した。京都にある、各大学と連携して、首都圏での情報発信や、交流の窓口となる、京都アカデミアフォーラムン丸の内を、東京、 丸の内に解説している。参画しているのは、京都外国語大学、京都光科女子大学、京都工芸繊維大学、京都市立芸術大学、京都女子大学、京都聖火大学、京都美術工芸大学、同志社女子大学。京都大学の教授として、多くの哲学者を育成した西田北郎と田辺本らは、京都学派と呼ばれる学派を形成し、 日本における哲学の理論形成に影響を与えた。京都学派の思想については、今なお、世界各国で研究が続いている。沢柳受験京都帝国大学では学問の自由、大学の自治の観点から、観光的に、教授の任免を、教授会が言ってきた。しかし、1913年、文部省が任命した沢柳正太郎総長は、教授会の同意なく、 文科大学と理工科大学の7名の教授を面会した。法科大学は教授の人事権は教授会にありと沢柳に反旗を翻し、翌1914年1月には法科のすべての教授と助教授が講義の連帯辞職を宣言した。教官を失いそうになった法科学生は教官の復職と教授会自治の獲得等を目指し、法科指示の運動を繰り広げた。 東大放課も、京大放課を支援した。結局、奥田義人文章は、放課の言い分を認め、後ろ盾を失った沢柳は、辞任に追い込まれた。教授会自治を文章が公認したことにより、京大や他大学の自治の発展にも好ましい影響を及ぼした。なお、京大ではこの事件を契機に、総長の学内選出を求める運動が起こり、これも数年後に実現した。 京都学連事件1910年代、日本の大学、高校、専門学校等では、マルクス主義を研究する社会科学研究会がしばしば組織されていた。1924年、全国49校の社権が参加する学連が発足し、マルクス主義の研究や普及、労働葬儀や労働者教育に関する運動を活発に行った。 しかし政府は学生たちの活動を危険視し、徹底的な弾圧を開始した。1925年12月、特攻警察が、兄弟や同大の社検会員の自宅や下宿を吸収し、学生33名を検挙した。寄宿舎で立ち会い人なしの家宅捜索を行ったことが、批判され、一度は全員を釈放したものの、 翌1926年1月には捜査体制を立て直し、改めて多数を検挙した。検挙された学生のうち38名が出版法及び治安維持法違反、不経罪で起訴され、37名が有罪になった。車検とつながりのあった教員も捜査の対象になった。この事件は日本内地で治安維持法が適用された最初の事例になった。 政府は当初治安維持法を利用してマルクス主義や共産主義を取り締まっていた。しかしやがて自由主義や民主主義、社会主義、反戦運動、新宗教、右翼も同様に弾圧するようになり、いつしか国民が政府を批判することは一切許されなくなってしまった。滝川事件、沢柳事件を経て、京大を含む国内の大学は高度な自治を勝ち取った。 しかし1930年代、ナショナリズムが高揚し、軍国主義が台頭すると、政府は教育や学術研究を統制するため、学問の自由を担保する大学の自治、その総本山とみなされていた兄弟を攻撃した。1933年5月、鳩山一郎文章は、兄弟法学部の立川幸俊教授の講演や、著書の内容が無政府主義的であるとして、 小西重直総長に、達川の罷免を要求した。法学部と小西総長は、要求を拒絶したものの、文部省は、達川の休職処分を強行した。法学部は沢柳事件に習い、全教官、全学生が、辞職届、退学届を提出するなどして激しく抵抗したが、達川の休職は解除されず、小西総長は、辞職に追い込まれ、辞職届、 大学届も叩き返されてしまった。言論弾圧の対象がマルクス主義的、共産主義的思想から自由主義的、反政府的思想へと拡大された瞬間だった。以降、政府は政権運営に都合の悪い言論、思想への弾圧をエスカレートさせていったが、統制下に置かれた大学に政府の暴走を指摘する自由はもはやなく、 抑制を欠いた日本は日中戦争、太平洋戦争へとのめり込んでいった。この事件をもとにして戦後映画我が青春に悔いなしが制作された。総合原爆展連合国軍占領下の日本において GHQ は新聞や雑誌等のメディアを検閲し、広島、長崎の原爆被害の実情が一般市民に伝わるのを妨害していた。そこで、 京都大学の全学学生自治会は、原爆の実情と意味を世間に知らしめるため、1951年7月に、京都駅前の丸物百貨店で、一般向けの原爆展、総合原爆展を開催した。この種の原爆展は、世界で初めての試みだったとされるが、数万人の入場者を集めて、大成功した。その後も、同展覧会のパネルを利用して、 各地で小さな原爆展が開かれ、非常な注目を集めた。第五福竜丸がビキニ水爆実験で被爆し、反核運動に火がつくのはその3年後のことだった。兄弟天皇事件1951年、昭和天皇が来学した際に、見物に詰めかけた学生と警備の警察との間で一時的に緊張が高まった事件。実力行使はなく、 違法行為も見られなかったが、文部大臣や保守派の議員などから不敬であると、非難され、同学会が解散に追い込まれた。同学会はこの時に二度目の総合原爆展を計画していたが、天皇の来学と同学会の解散の影響で実現はならなかった。2017年入試における出題ミスに、予備高校誌から回答不能の問題があると指摘され判明。ありがとうございます。